宝探しですか？うん、宝探し。小さな頃、僕が一番好きだった遊びだ。僕は双子だったから、誕生日にもクリスマスにも、プレゼントはいつでも二つだった。父と母は、父や母やサンタクロースはいつでもプレゼントをどこかに隠した。探すこと自体が楽しくて、見つけ出すのは嬉しかった。手に入れたプレゼントはかけがえないものだと感じた。もらうのではなく、自分の力で手に入れたと思えた。幼かったから、達成感はひときわ素晴らしいものだった。だから僕は廃鉱山の再生をその楽しさとともにできないかと考えている。宝探しの楽しさですか？うん。黒いダイヤの鉱脈の探索をしてもらうのだ。ヒントやアイテムを手がかりにして。兄さん、なかなか自然前。いや、それは僕の言葉ではない。石炭産業全盛の頃は、誰もが石炭を黒いダイヤと呼んでいたのです。あーな、兄さんにしては出来すぎだと思ったわい。おいおい。でも言葉のことだけじゃなく、本当いいアイデアです。きっとこれ宝探しの舞台だったら、あの暗いのもジメジメも逆にいいって思うです。そこのバランスは難しかとね。うん、安全性と雰囲気とのだな。その辺は鍾乳洞とかが参考になるかも。九州には観光向けの鍾乳洞割とありますから。なるほど、それはいいアイディアだな。聞いたことヘルメットにヘッドライトをつけたわい。それつけてみたいかも。無論装着は義務としよう。足元は貸し靴などにすればいいかな。お客さん、トロッコに乗せてあげるのはどうですか？ああ、それは実にいい。校内はトロッコ移動にすれば、足元不安と迷子対策を同時にできることになる。となりますと、トロッコに乗ってしまえば鉱脈は自動で見つかることとなるわけですよね。そうか、そうだな。となると謎解きと宝探しはその前段階に置く必要が出てくる。炭鉱夫さんがきっと秘密にしてるんです。最上級の歴生炭は隠し行動にあるんですよ。うん、そうか。主行動を隠し行動扱いにして封鎖し、ヒント探しと謎解きは別の場所で。廃宿舎。廃宿舎。あげんとこで宝探しとか、むっちゃくっちゃに楽しそうだい。でも広すぎるし、あと壊れてる建物とかも。だな。例えば、最も状態の良い建物のワンフロアなり一室だけなりを使うことにするのはどうだろう。ああ、それなら管理の手間も人手も絞れるとね。管理の手間ですか。でしたらトランシーバーなどいかがでしょう。雰囲気作りと迷子対策、両方に役立つかもしれません。トランシーバー、実にいいな。今となっては物珍しく、かつ実用的だ。あ、そうですよね。あの辺、携帯の電波はほとんど通じませんものね。トランシーバーなんて見たこともなかったい。私はあるよ。揖斐川の川下り線で船頭さんが使ったから。羨ましかとー。
違かと、と、と、違うんですよ、兄さん。考えてただけです。その、ちょっと別のこと。別のこと？ああ、別って言っても無関係ってわけじゃなくて、これって、つまり、つまりこれ、術製廃炭鉱一帯を丸ごと宝探しテーマパークにするってことですよね。テーマパーク、よかった、よかったよ。テーマパークば言われるとますます行ってみたくなるたい。テーマパークか、うん、いいな。その呼び方の方がずっといい。それでですね、トレジャーって言葉使ったらどうかなって、私その辺のことを考えてたんですよ。トレジャー、宝物って意味だよ、ナギちゃん。いいですね、それ。レジャーともかかる感じで。炭鉱とか鉱山はトレジャーと合うような形で言い換えられないのでしょうか。なら、コールマインがいいですよ。炭鉱はコールマインっても呼ばれますから。コールマイン、いいな。お人よコールマイントレジャー。では、いやいや長いか。なら、お人よマイントレジャー。うわ、それいい！お人よマイントレジャー。うん、よかね。鉱山で遊ぶいう感じがようでとるたい。ならば、施設名称はそれでいこう。お人よマイントレジャーで。テーマパークならイメージキャラとかも必要ですよね。そこまで協力してくれるのか。しますよ、そんなの何回も言って。あー、私がエアクラ工場誘致に賛成してたのは、お人よが元気になる方法が他にないって思ってたから。けどこの案ならいけそうって感じてるから、だからその意味でも兄さんに協力するんです。そうか、それは心強い。心強いし素直に嬉しい。っていうかですね、この計画、お人よマイントレジャーのこと、キサキ先輩にも話してみてもいいですか。宝章キサキに。そうなの。この方面の私の考え、すごくキサキ先輩に影響されてます。だから、この計画がいけると判断されるのなら、宝章キサキもエアクラ工場誘致にこだわらないと。計画への評価がどうかまではわからないですけど、もしいけるって判断なら可能性はあると思います。うん、どうだろうか、ポーレット。すごくありがたいと思います。できれば私も直接お会いしたいです。キサキとか宝章さんの理解を得られる案にできれば、議案として議会を通るものにもなると思います。そうか、そうだな。術船廃炭鉱は市の所有地なのだから。ということだ、響き。できれば、キサキに頼んでみてはくれないか。わかりました。これからすぐに電話してみます。今日は、お忙しいところ、お時間をありがとうございます。こちらこそ。お運びをありがとうございます。一度じっくりとお話ししたく思っていました。光栄なことです。どうぞ、おかけください。ありがとうございます。そう、鉄。何をぼーっと突っ立っているんだい？うん。いや。着席をしていいものかどうか迷ってな。いいに決まっている。友人の兄を立たせておくほど僕は礼儀知らずじゃないよ。友人の兄？
響は何と言って君に面会を求めたのだ。兄さんとポーレットさんが妃先輩とお話ししたがってますと言っていたよ。なるほど。ではこれは肩書きなしの個人と個人と個人との三者面談なのか。僕の方がそのつもりだよ。お互いにその方がいろいろと都合いいんじゃないかと思ってね。ご配慮ありがとうございます。大まかな話は響から。お人よマイントレジャーのことなら面白い案だよね。お話としては。お話としてはですか。まあね、現時点ではただのお話と僕は感じた。現実のものとするためのハードルが高すぎる気がして。具体的には？そうだね、例えばポジションの問題なんてどうかな。ポジション？位置関係のポジションじゃない、立場、態度のポジションさ。うん。それってどういうことでしょう。例えば、ヒナイ・ポーレットさん、君は三木田宗哲君を随分と高く評価して、秘書として雇い入れるほど。はい。しかし、三木田宗哲君が仮に、そうだな、熊情緒にはまってアル中になり、能力低下したとする。そんなこと！仮に、だよ。それに、ないと断言できる話でもない。能力低下が仕事のミスをも呼び起こす。周囲からも苦情が寄せられるようになる。さて、その右田宗哲君をポーレットさんは免職させるか。クビになんてしません。もし万が一そうなっても宗哲君なら必ず立ち直ってくれますから。じゃあ切り替えて別の質問。僕の部下にアル中になり周囲を困らせる男がいて、僕がその男の責任を問わないとしたらどうかな。それがポジションを取るという。人は自分が取ったポジションに固執するのさ。過去の判断を何とか正当化しようと頑張ってしまう。客観的に見れば誤った判断だとしても。そう、過去の判断を正当化するため新しい過ちを重ねてさえもしまうんだ。術前参考にポジションを取った人がお人よにはたくさんいる。あ、そうか。そうした人たちにしてみれば配炭鉱は触れられたくない傷そのものなのか。確かにそれはデリケートで難しそうな問題。問題は他にもある。もっとずっと深刻なものもね。これはポーレットさんに聞きたい。宗哲は少し黙っていてくれないかな。だそうだが、より深刻な問題はごく単純な問題さ。つまりは資金。そうだね、ポーレットさん、お人よ鉄道株式会社が事業主体となるのにはいくつかの問題がある。私が市長で社長でもあることがまず問題ですね。市の所有地を私の会社の営利のためには使えない。うん、やってしまえば公私混同甚だしくなる。
市に賃貸料を払うようなことになれば、自前での資金調達は必須となってくるけれど。難しいだろうね。鉄道債をすでに発行しているからね。鉄道債は借金だから。事業計画に完全な賛同を得られなければ、計画の説明自体が諸刃の剣になりかねない。だね。取り付け騒ぎでも起きれば、お人よ鉄道のキャッシュじゃとても回らないよね。取り付け騒ぎ。鉄道債には満期前にも解約できるオプションが設定してあるんだ。満期前の解約は額面の 25% が違約金となります。ですから普通は解約なんてありえないんですけど。会社が倒産してしまえば社債は紙くずだからね。不安が高まればそうなるよりはとの判断もね。解約が殺到してしまったら現金が不足します。回収にもう使っちゃってるわけですから。なるほど。となれば現実に倒産か。噂から誠が出てしまうわけだ。あね、現実化には高いハードルが多いだろう。おまけにハードルが倒れた時の悪影響は致命的。わかるよね。そんなことになったらどれほど多くの人に迷惑をかけてしまうか。この案、それでも進めるのかい？私、この件持ち帰ります。再検討します。そうか、そうだね。それが一番いいだろうね。おかげでいい話し合いができました。ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。それから相鉄にもありがとう。僕もか。僕は何もしていないが。いやいや、案外そうでもないよ。期待をしても悪くなさそうだと教えてもらえた。君にだけじゃなくて、君たちにだけどね。はあ、はあ、珍しいです。ポーレットがミルクもお砂糖も入れないなんて。そういう気分の時もあるのさ。人間だからな。はあ、やっぱり、レイルロードとは違うのですね。ううん、違わないと思う。人間もレイルロードも、揺れるのと揺れないの、強いのと弱いのがいるだけで。そうなんですか？確かにいる。が、それも決して普遍ではない。弱いものが強くもなれば、強いものが弱くもなる。はあ。レイナはきっと、まだ弱いから、
そういう気分がわからないのですね。違うかな。きっと弱さをまだ知らないだけ。けどそんなの、ずーっと知らない方がいい。それで、宗哲くん。ああ。課題は、確かに多く複雑ではあるな。が、それは、ヒントをもらえたということでもある。そう、ですよね。宝生さん、その気になれば、この計画も、会社だって潰せたんですから。だな。つまり、僕たちにはまだ可能性があるということだ。ならば僕らが考えるべきは、そうするための次の一手だ。そう、ですね。うん。まだ、実際には何も動いてないですもんね。ああ。協力者を求めることや、意見募集は、ひとまず中断するべきかもしれんな。ですね。妙な噂が立っちゃう前に、準備できるだけ固めないと。不安要因をできる限りに減らすためには、何よりもやはり、資金の見通しを明確にすることか。そう思います。とにかく、いくら必要になりそうか、概算でも出しておかないことには。だな。しかし、まずはミニマムで考えよう。今出ている案に、必要な施設がどの程度かを。それだと、廃宿舎の中とかも再調査しないとですね。ああ、そうです。調査です。鉱山鉄道の調査、結果、どうなったのですか？なあ。あのね、レイナ。はいです。ここに沈殿池があったんですか。なら、周りの建物は先端場ですね、きっと。先端場？石炭の選別をする場所で、先端場です。おお、なるほどな。で、この終点は、炭鉱夫さんたちと、掘った石炭を乗せるための駅だったんですよ、きっと。それで、きっと、こっちの方に走る支線もあるですね。支線？え、嘘、なんで？だってだって、これ、発電所のマークじゃないですか。お！発電所への視線。宿舎があるの、ここですよね。こんなとこまで山道越えて歩けないですよ。だから、絶対視線があったって思います。そうよね。人員も資材も運ばなくちゃいけないし、それに考えてみたら、鉄道資材がどこにもなかった。行きましょう、宗哲くん。うん。お手柄だな、レイナ。うひひひ。レイナ、お役に立てたなら嬉しいですよ。できれば、これからさらにお役に立ってもらいたい。術船廃炭鉱の再調査、レイナにも同行してもらいたい。